どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、皆さん式神使いとあやかし引きましたか？あのですね、ちょっと式神の既存キャラ性能が想像より強くて、御影屋長クリア、聖奈屋長クリア、龍明屋長クリアということで、もう現在今ね、聖奈、御影、龍明すべて屋長クリア済みなんですよ。で、実際ね、これだけ見るとはマジで強いやん。ゆうころさん、このガチャ引きますってなってる人多いと思うんだけど、1個みんなに注意してほしいポイントがあるのね。確かにこの式神使いとあやかしキャラすごく強くて、星7引ければめっちゃラッキーなんだけど、1個ね、この動画とサムネにもある通り、武器がめちゃくちゃ強いのよ。で、しかも特に聖奈には1個とんでもないトラップがありまして、今日はその点について話していければなと思います。はい、まあ結論から言っておきますと、ガチャ無限に引いてもらえれば解決はします。この動画はあくまでキャラ少ない人向けにね、撮ってるので、別にもうガチャでね、じゃあ聖奈10体引きました、なんかありますって言われたら何もないんだけど、特に1、2体あたりの人、特に1体かな、1体、2体あたりの人は、ちょっとこの動画ぜひ参考にしてほしいなと思います。まず皆さん大前提として、これやってますか？式神使いとあやかし編のストーリーダンジョンね。これ、クリアすることで初めてクリアした場合のみ、聖奈の進化素材がもらえます。で、その聖奈の進化素材っていうのが、ちょっとね、こちら。これですね。これがストーリー報酬でもらえて1回限りです。これ復刻も一切ないので、これ1回しか取れません。もうこれ1回限りです、ストーリーダンジョン。逆に言えば1回この武器を作って1回退化したらもう二度と作れない武器なんですけど、この聖奈武器前までは弱かったんで、そんなに別にどうでもよかったんですよ。ただ今回ですね、ちょっとこの聖奈武器があまりにも強くなりすぎたんですね。まず聖奈注意してほしくて、このキャラ性能めっちゃ強いじゃないですか。で、聖奈実際これ屋長とかも勝てるからすごく強いキャラなんだけど、もしこれを武器にした場合ですね、まず聖奈武器1個目、ドラゴンキラー、スキブ、ヒドロキョ4つ、チーム HP2つ、攻撃強化、バカ強くない？これもう考えられない強さしてるのよ、これって。もうなんて言うんだろう、強すぎるんですよね、これって。やっぱスキルが10ターンで、特に閉鎖とか遅延もないから、序盤のね、スキルダメとかには使えないんだけど、まあ言うならウルフデイトなとか、ロイヤルノーチラスとか、グランエルブとかも好きなキャラにアシストできて、ね、で、しかもドラゴンキラー、スキブつけれて、ヒドロ強4つ、チーム HP2 つ、攻撃強化よ。そもそもね、例えば、他のキャラで言うと、オーディンとかなんだけど、オーディン武器がこれ、ドラゴンキラーにチーム HP2 つで、まあ悪くはない武器だったのよ、別に。そんなに悪い武器じゃなかったのね。じゃあドラゴンキラーチーム HP 足すで悪くなかったのに対して、聖奈はドラゴンキラーチーム HP 足すにスキブとヒドロキョ4つついてるんですよ。意味わからんくない？こんなっていうぐらい強いのよ。で、もちろんキャラもめっちゃ強いじゃないですか。だから聖奈ってすごい完璧な戦闘してるんだけど、問題はこの武器なのよ。この武器にしちゃうと、まあ、基本的に戻せないと思ってください。戻すと二度とこの武器を作ることはできません。今回復刻されて、聖奈の進化素材が復刻してないことからも考えると、多分二度と作れなくなります。この武器一回退化すると絶対作れなくなるんだけど、だからね、この聖奈のキャラと、あと、この聖奈のお札ですね。これを使い分ける分には全然 OK。もう好きに進化退化させて使ってください。マジで注意してほしいのが、この聖奈の武器。これですね。これ、まあ実際マジ強くて、バインド、非コンボ強化、水コンボ強化、悪魔キラー、操作負荷、暗闇耐性プラス攻撃強化持ってるんですね。でも実際ありえないぐらいこれ強いじゃないですか、普通に考えて。ありえないぐらい強いんだけど、これを作っちゃうとですね、なんと、こっちにはもう戻せない。というか戻しちゃうと逆に言えばもうこの武器が使えなくなるから、ほぼ戻せないんですよ。だから、この聖奈のストーリー進化武器って実際めっちゃ強いよね。悪魔、操作負荷、耐性、暗闇耐性プラス。で、もう絶対、絶対にこれが必要。もう俺はこの武器を作らなきゃダメだっていう状況が来た時に関しては、もう僕はこの武器を作ってもいいと思うんだけど、そうでもない限り、聖奈1体2体所持あたりの人は、もうこの武器は見てないことにしといた方がいいです。やっぱりね、この武器にしちゃうと、もうこの聖奈のお札、そして聖奈本体っていうのはもうほぼ使えなくなると思ってほしい。特に1体所持の人はね。だから、もしこの武器にするときは、もうこの武器に交換すると思ってください、聖奈を。マジで。二度と戻さないつもりで、作るならいいと思います。それ相当の覚悟を持って、このぶっ壊れ武器にしてもらえればなと思います。まあ、だから実際、聖奈は、この武器もほんと強いし、キャラもすごく強いんで、できれば2体以上最低でも確保してあげて、使い分けしたい性能してるかなと思いますが、1体所持の方は、この聖奈武器を作ってしまうと、もう二度と戻せなくなると思って、ね、作ってください。まあ、今現状ね、
暗闇耐性プラスと創作耐性持ってるのってマジでエールストライクガンダムと、まあ、このセイナだけなわけよ。この2人なんだけど、そうエールストライクガンダム持ってる人はもう基本的にこれでなんとかなります。うん、暗闇操作負荷チーム回復2つ持ってるからね。そうでもこっちはまあ強いんだけどね。そう、まあ、基本的にこっちでどうにかなるので、できるだけエールストライクで補いたい。どうしてもそれでも無理な時はまあこの聖な武器ね、作ってもらえればなと思います。本当に破格な性能してるんだけど、もしこの聖な武器を作ってしまうともう二度と戻せなくなるということを理解してください。いや、まあ戻せるけど、戻した場合は二度と逆に言えばこの武器にもう戻せなくなるので、そうこの素材は一度しかゲットできないし、進化させたらもう二度とゲットできないと思ってください。まあまあいずれね、復刻来るかもしれないんですけど、今現状は少なくとももう一回戻すことはもうできませんので、よろしくお願いします。それだけまずは知っておいてください。でこっからがまあこの動画のね続きになるんだけど、式神全星なら武器が環境最強クラスです。マジで、まあ今こうやって話してる通りですね、セーナこのお札はもう強すぎ、意味わからんす。でこの武器も最強クラスってか最強です、これ。なのでまずセーナもうどっちとも強いよね。てかもうこんなみんなわかると思うのね、説明するまでもないやん強さは。もうセーナはさすがに強すぎやんって思ったら、ルーメンも強くて、悪魔キラースキブ光ドルキを打つチーム HP2 つ攻撃強化よ。スキブ悪魔キラーだけでも強いのにチーム HP2 つに光ドルキを打っついたんだよ、意味わからんくない。ほんでまだ強いの、次ミカゲ。ミカゲはスキブにマシン攻撃キラーに闇ドルキを打つにチーム HP 強化で、スキルは2ターン遅延消せない場合の覚醒無効全回復持ち。意味わからんくない、こんなんね。火力どれだけ漏れるんだって話だし、刺さればもう最強やん、強すぎるのよ。でまだ終わりません、次10日神キラースキブ機動力を打つチーム HP LG 攻撃強化持ち、スキル3ターン遅延4ターン無効貫通武器です。おかしいよこれ、おかしいよマジで。まだ終わりません、次新キャラ2体ですね、まあ、イズナはまだ控えめ、攻撃タイプ追加チーム HP2 チーム HP3 つ 2way 機動力をプラスで、スキルが2ターンヘイスト武器。いや控えめとか言ってるけど頭おかしいよねこれ、チーム HP3 つ2ターンヘイスト武器だよ、しかも 2way 機動力をプラスついてきます、強すぎ。まだ終わらん、ラストがこちら雪音ですね。雪音はスキブチーム HP2 つ3ターン遅延20ターン水回復目覚めが11ターンで打てます。もう意味が分からん、意味が分からん、こんなん全部強いのよ、全部強くてもう全部持ってて損しない性能してるのね。だから特にまあセーナに関してはこの戻せないという仕様をね、もう一度再確認しておいてください。いやたまに DM であるのよ、これセーナもう退化しちゃったんですけどこれって作れないんですかみたいな、作れません、無理です。ストーリーランドの再クリアしてもねこれ素材もらえないので、そう1回目しかもらえないからねっていうのもあるし、なのでもう本当にこのセーナもまあ戻せないし、であとね流明三影透過この他の 星7のキャラに関しても武器超強いので、あの全然ねキャラと武器使い分ける分にはセーナ以外はそんな気にする必要はありません。セーナ以外は普通にこれなんて言うんだろうね、武器から戻したらすぐにこんな感じでレベル99の見かけ戻せますから、全然あの武器から退化する分には全く問題ないし、キャラから武器にする分にも問題ないです。ただセーナだけは本当に気をつけてもらえればなと思います。まあということで今日は式神の武器が最強すぎるんで絶対確保するようにしておいてほしいということについて話す動画でした。あのマジでこいつら全員1体ずつ持っておきたいレベルの性能してると思いますので、しかもキャラも強いからね、よかったら狙ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。あ、ゴミガチャだわ、引かなくていいです。バイバイ。